J-WAVE を聴きの皆さん、こんばんは。ナルバリッチの JQ です。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしていますが、11月のマンスリープレゼンター、私ナルバリッチのボーカルを担当してます JQ が担当させていただきます。こういうの本当にね慣れてないんですよ。なので本当にハードルをグンと下げて聞いていただけると嬉しいなと思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。ということで今日はマルチアーティストバウンディをゲストにお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいと思っております。まあバウンディはもうフィーチャリングでナルバリッチが初めて迎えたアーティストとして、もうたくさんいろんな話をね彼ともしてるんで、僕は今回気が楽なんですが、ぜひお楽しみにしててください。ということで今日から1ヶ月間皆さんよろしくお願いします。ということで今日はなんとバウンディをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バウンディです。もうバウンディとは僕日本帰ってきて多分一番合ってる多分友達含めてもマジですか。うん、だから初回にして一番緊張感のない回になりそうな感じがしてるんですけど確かに。まあそんな僕たちがなぜ出会い、はい、なぜここまでこう距離が縮まったのかみたいなところと、あとは今日はこうバウンディの頭の中脳みそをこうパコって割って解剖をね、はい、ちょっとしたいなと思ってるんで、まず僕たちの出会いなんですけど、リリースされたナルバリッチのアッシュフィーチャリングバウンディという曲でコラボしたのがきっかけなんですけど、はい、単純に僕がバウンディと、まあ、仲良くなりたい、そして知りたいっていうのがきっかけで、僕からこうアプローチをかけさせていただいて、バウンディ君的にも知らない相手でもなかったから、うんうんうん、まあ、やったろかみたいな、まあ、やったろかっていややったろかってならないですよ。あのナルバリッチから来るんですかって、いやしゃあないなっていういやしゃあないなじゃないですよ。こういわゆるオンラインミーティングみたいなので、はいはいはい、スタッフさんと交えて話して、うん、でなんか僕も話ベタな方ではあるんで、うんうん、なんか他のところでさ、いやこの人全然喋らないんですよみたいなこと言ってたじゃん、はい、こっちからオファーをかけときながらミーティングで俺が全然喋らないみたいなそうなんですよ、マジでマジでびっくりした俺。でバウンディ君が喋ってくれるっていうねだからどうしようと思ってスタッフの人もみんな静かだから、やべえこれ誰が回すのと思って、そう初回のミーティングでバウンディ君がこういわゆるミーティング奉行になるっていういやあれもなかなかでしたけど、曲作りは喋ってないもんね、そのズームミーティング以降はデータのやり取り、うん、文字すら、文字なんてなんかあれじゃない、気持ちみたいなこういう歌詞と、うんうん、でなんかその説明もないじゃん、で2448みたいな、はいはい、24ビットみたいなのとそうだった、なんか軽いこう情報、ファイル情報と歌詞が添付されて、はいはい、音源が来るっていうのをこうお互いにやったっていうのを何回か繰り返しできた感じなんですけど、実はこの辺大変だった、苦戦したみたいなのってある、はい、この楽曲作りの中で、うんうん、実はっていうか僕が最初に渡す時が一番大変でしたけど、そうだよね普通、いや僕が渡した後は割と、うんうんうん、なんて言うんだろう、ああこういう感じいくかっていうのが定まった感じがして、うんうん、なんか JQ さんからこう来た時に、うん、あ OK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 、うんうん、こうなったかっていうの、うんうん、まあそっからスムーズでしたけど、うん、最初どうしようと思って、最初ね、いやまあこの最初なぜ
こうバウンディ君を僕が困らせてしまったかというと、いやいや困ってはないです。楽しかったんで。これは最初に言った通り、こうバウンディを知りたいっていうのがやっぱ大きかったんで、ある程度のこうラフトラックを僕が作った上で、あのメロディーとかを何も載せずに、何の情報もなく、こうシンプルにバウンディ君に一回メロディーをはめてもらいたいなと思ってインストで送ったのがきっかけで、多分ねそれこそこう話してないからどこ入れてとか、なんかそんな細かい情報とかも多分なかったっすね、言ってなかったから、なんかまあ2バース目かなみたいな、ほんとそういう感じでサビとかも考えちゃっていいよみたいな。そうそうそう、やべえざっくりだめっちゃと思って、そうそうそう、まずいと思いましたけど、それでなんとバウンディ君から帰ってきたのが、まあ僕は想定してたのはセカンドバースにメロディーが乗っかって、僕だったらこういうサビ作りますけどねヨロみたいなのが来るのかなと思ったら、うんうん、なんとトラック全特化へメロサビと B メロがメロ入ってたのかな、はいはいはい、でバウンディ君が歌うであろう場所は何も入ってないっていう状態でこれやべえってなってバウンディ仕事せずそう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 、入れてほしいところ何も入ってないみたいな、こいつ何もやってねえと思って、トラック変えてきたぞみたいなのがあって、その時にやっぱりこうプロデューサー気質なんだなって思って、こう僕があの作品を作る時はサビからっていうのも聞いてたし、うん、歌いやすいメロディーに対してコードをつけると僕だとこうなりますっていう、うん、多分アプローチと、全特化してくるって、まあ、全特化ではないんだけど、そのインスピレーションを受けたものからこうアップデートの仕方的にも、そこで僕はこう割と本気を感じて、なんか本気っすよそれやってくれたやってくれたっていうさ、だって多分話しながらやってたら多分お互いにいろんなこと妥協し合ったりしてる、うんうん、そうですね、いやまあ本当そうだと思いますよ。いやなかなかいないですよね、ここ埋めてくださいってそれ以外のところ変えてくる人ってもうやばかったっすね、もうね、あれはちょっと自分ではこれやったかもなと思やべえ、や JQ さんブチ切れてるかもしれない、いや、やってはないんだけど、やっぱ想像以上にやべえやつだったっていうイメージはあって、あでもやっぱねこうそれで楽曲ができてたできてスタジオで、はい、音を確認するときに初めましてって、そうっす、ね、あ生 JQ 生バウンディみたいな、うっすみたいな、で最初バウンディ君は俺を俺って気づいてないみたいな3分ぐらいしてあのさ話し始めて3分ぐらいで、うん、あこれ JQ さんだこの人 JQ さんだそうだよね、そんなナルバリッチの JQ っていうのもまあ掘らないと、まあ出てはいるけど、うん、いやまあ顔は知ってましたけど、うん、そうだね、まあ、マスクもしてたしニットもかぶっちゃってたしねそうそうマジで知らない人だと思ってましたね最初。いろんなこうなんだろう音楽やるまでの話とかルーツとかあそこでちょっと話せて、うんうんうん、でその後ほらあれ行ったじゃないですか、あのナブナ君と、はい、バウンディと3人で水炊き食べました、食べてね美味しかったっすわ、お酒もたしなんでくれて、うん、まあ全然あの時の会話もかなり濃かったなっていうイメージが、そうですね、いろんな話しましたね、ナブナ君も面白いしね、いや面白い人ですよ、そうだよね、なんかそれこそルーツ的にはナブナ君とバウンディ君の方が近いのかな、なんかそうですね、ミクスチャーなのかもしれないです、でもナブナさんの聞いてたところとはまた違うかもしれないです、ね、だから僕はあのその次だと思ってて、うんうん、僕はあの割とナブナさんたちを聞いてた、あなるほどね、ナブナさん JQ さんのもうナルバリッチを聞いてた側なんで、そっからミクスチャーしてるから、うそういう人が世の中に出始めると勝手にあの御所になってっちゃうからちょっと困るんですよね僕的には。 いいじゃないですか、聞いてましたって、いやまだ5年しか経ってないですけど僕デビューしてみたいなマジでみたいな、ルーティーンな早みたいなさ、いいじゃないですか、この楽曲にこう落とし込めたのがきっかけで仲良くなったっていうのが、やっぱこう僕なんかはあんまりこう人と
すぐ仲良くなれるタイプではないので、なんか音楽でこう通じ合える、なんか一個のこう仲良くなれるツールとして音楽があったのは改めて感謝した作品になって、やっててよかった音楽みたいな、うんうん、あんまこれ聞いてないけどナルバリッチとフューチャリングしてみて感じたこと、はいはい、変わったこととかなんてありますか？なんか割と特殊な気がしてて、今回の件って、うんうん、今後にその使えるかっていうと使えないんだよね。使えないんですよね。そうなんだよね。ちょっと事件的な事件性がある作品ではあるからね。なんか特殊だったので、うんうん、変わったかっていうと、まあ、JQ さんに会ったのが変わったところかなってぐらいで、生あったみたいな、生 JQ って生 JQ まあだから感覚的にはすごい変わったかというとそうでもないかもしれないですね、うんうん、まあいい意味で。あとなんか結構が作品に関してはベースにめちゃめちゃ食いついてたじゃん。いやすごいいいベース、みんなちゃんと聞いた方がいいですよベースマジで。いやえぐい音してるんで。いやベースだそうなんですよね。僕は割と楽曲で重要視してるのがベースで、最終的なところはちゃんと弾けるやつに丸投げするみたいな部分があって、うん、いやマジでいい音で、いい音っていうかなんか動きが生々しいのに正確なんですよ、うんうんうん、めちゃくちゃいいなと思って。僕ベースは普段はどのタイミングで打ち込むの？ビート入れてコードを決めて、うん、それにベースを入れていくみたいな。あーなるほど。ベース固定しちゃうとコード決まっちゃう、決まっちゃうんですよね、うんうん、まあ、まあ決まっちゃうか、決まっちゃうし、うん、コードを作ってもベースラインルートを動かすってことできるじゃないですか、うんうん、ルートで分数できるよね。ってなるとやっぱり3番目ぐらいかな。3番目、うん、だいたい、ね、リズム帯作ってくるに、うんうんうん、まあふわりふわりというかメロを入れる前に作るかもしれないです、うん、ベースは。ベースはちょくちょく変えたりする？その僕結構ねコロコロ変えちゃうんですよ。なんか音っすか？音っていうかフレーズも、あー、はい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 、なんかメロ乗ってきてなんかちげえなって思ったらベースを変えてみると意外とフィットしたとかあって、うんうんうん、そうですね。だから裏乗りとかってめちゃくちゃ大事じゃないですか、うんうん、ベースのその動きが、うんうん、まあほんまあ、縦で前のめりのやつはダダダダみたいな、うんうん、結構ない前のめりでいけたりしますけど、うん、裏乗りのそのグルーヴ意識してくると大事になってくるから、うん、メロ入れた後変えたりするのは全然あるかもしれないですね。そうだよね。でライブそれこそこの間やってっバウンディオンザ生ナルバ、はい、いやライブありましたし、俺行ってよかったのかなってずっと思ってました。だから1回目じゃないですか今年、うんうん、本当明けましておめでとうございますみたいな明けおめライブだったから、そんな大事なライブに俺いてよかったのかなと思いましたけど。いや2020はバウンディで始まりバウンディで終わるんですよこれ。いやもうバウンディで終わるのだからあとちょっとしかないじゃん1年、まあ、確かに言うて3ヶ月 ないでしょう。もうあと2ヶ月もう言ったら2ヶ月か。あもう2ヶ月あと2ヶ月で1年はその2020が終わっちゃうから、明けましてもおめでとうをバウンディとやったらもう良いお年をもうバウンディとすることになるから可能性としては、うん、来年もバウンディの年になる可能性も、そうです、引き継ぎで、そうです、2020は確実にもうナルバリッチじゃなくナルバウンディとして活動してた1年になってしまったんですけど、釣って、はい、それではここからもう僕たちの出会いなんてもういいんだまあ、割と最近の話ではあるんですけどね僕は君の中身を、はい、そしてそれをこう世の中にこう、うん、ぶちまけるというお仕事があるので、ここからはバウンディ掘り下げる全然掘り下げてください、はい、ディギンします。お願いします、はい、それこそ自分でさこう絵描いたりさ、はいはいはい、音楽にはとどまらない才能をさ出しまくってるわけじゃないですかまあ好きでやってるんですけど ねすごいよね。これは本当にこれアートワークとかも自分で考えたりするの、はい、そうですね、いろんなのを一緒にみんなで考えて、うん、まあ、なんか手に持っておきたくなるものっていうのを意識して、うんうんうん、まあ、なんかその CD でも LP でも割とグッズだと思ってて僕は、うんうん、まあ考え的には、うん、まあ、もちろん聞いてもらうというのは前提なんですけど、やっぱサブスクで聞いてる人たちもいっぱいいるし、
まあそれがいいところでもあると思ってて、うん、まあ、わざわざ開けて入れるっていうのも風情があっていいですけど、うん、持ってるだけでいいな、いけてるやつっていう、うん、そう、うん、たらなんかやっぱ見かけってやっぱ大事なのかなっていう、うん、機能性を持った見かけというか、うんうん、まあそれでちゃんとそこまで目を通しておかないとなっていうので一緒にやったりはしてます、うんうん、いやあのね、僕思うのがやっぱ常にそれをこう受け取る側のことを考えて全部やってるよね。曲もさ、そうっすね、サビのキャッチーさとかをまずイメージしたり、うんうんうん、こうみんなが何を求めてるかっていうのを多分すごい考えてるし、そこそアートワークとかも手に取った人が、うんうん、持っときたいものをとか優しさが溢れ出てるそうですかね、はい、ちゃんとお金を払っ、まあ、なんか僕はお金ってすごい大事なものだと思ってて、大事ですよ、いや本当になんか汚いとか言われてますけどすごい綺麗なものだと思ってて、うん、はい、そうですよ、正直だし、うん、お金ってもう対価じゃないですか、それに対する、うんうんうん、だから僕はあのそのお金払ってもらうなら、うん、まあ、手に持つもの、うん、まあ、音楽とかは割とその時の雰囲気とか、うんうんうん、なんか味を楽しむものなんで、うん、多少のあれはまあ差異は出てくると思うんですけど、うんうん、なんかその手に取るものとか残しておくものっていうのはやっぱり、うん、あ、よかったなって思ってもらえる方がいいし、ずっと持っておきたいっていう風にしてほしいんですよね、うんうん、まあ、ってなるとやっぱり、まあ、サブスクもそうですけど、だから音源と、まあ、なんかライブは全く違うものだと思ってて、うん、僕は、うんうん、音源と、まあ、アートワーク、まあ、うん、ジャケットだったりとかを付随するその CD とか LP とかっていうのは、そうですね、完成されたものを、うん、で手に取った時に、まあ、なるべくみんながいいなって思えるものを作りたいなって、ワクワクするやつね、ワクワクしてほしい。そんな、はい、そんなやべえ流れ完璧になっちゃったなんかいなたい感じになっちゃったけど、そんなバウンディ君がアナログ版をリリースするんでしょう、はい、します。ファーストアルバムのストロボのアナログ版ストロボプラス、はい、僕、はい、早速部屋に飾ってます。マジっすか、はい、僕たちのアナログ、これ見えてっかスポティファイのプレスでしょ。そうなんですよね、不可抗力、手伝ってもらってます、不可抗力、不可抗力すごいえぐり方だったの今。タイトルとして使わなかったらあんまいい言葉じゃないよね確かに、タイトル不可抗力の、あの噂の Spotify のやつですよ ね、いやもう使っていただいて、いやもう本当に今年はバウンディって名前をめちゃめちゃ聞いたな。本当ですか、うん、多分一番合ってるからの可能性が、の可能性もあるよ ね、 そうだよね、畳みかけでね、下半期畳みかけでかなり、うん、急に会うみたいな、まあ、僕が LA に行ってたりしたのもあったけど、まあ、このコロナの中でライブがなくなって、それこそオンラインライブもさ、あとお客さんを入れてこの間ゼッパー羽田でやったじゃないですか、うん、ライブ、そうですね、やらせてもらいました。どうすか、あのバウンディングと一緒に、あの大阪でね、はい、やったけど、僕まだあれやってないんですよ。お客さんを入れた状態で配信もするやつ、はいはいはい、あのやつ、いや緊張めちゃくちゃしますよ。そうだよね、いやもちろんその見てもらってっていうのも緊張しますけど、うん、配信はなんか別のものというか、うん、見えない誰かが見てるみたいな感じなんで、怖いけどね、なんかその表現、いや本当僕あのいやファーストの時が一番緊張しましたね、だから、うんうんうん、誰もみんなこうやって見て、こうあ、その時は友人じゃなかったんですよ、お客さんはいなかったからね、うん、無観客でやって、うん、結構緊張しました。あれはもうさ、撮影って思って、そうですね、えば、なんか僕はなんか成立 したんですよ、僕の中では、うんうんうん、まあなんか PV に近いですよね。そう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 、ちゃんと見せるライブというか、うんうん、まあまあもちろん見せるライブですけど、全部その、うん、画面越しで中間、うん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 、そうですね、どっちに歌い方とかも、そうでしょ、しなきゃいけない、外せねえしみたいな、外せないし、ね、テンションで持っていけねえしっていう、そうなんですよね、なんかどういう特殊でしたね。まあでもなん
そこはちゃんと分けた方がいいのかなとは思ってて、うんうん、まあ音源じゃん、さっきの音源とライブは全然違うと話してる、うんうんうん、だからそこも中間じゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりその演出はしっかりこだわった方が逆に面白いんだろうな。うーん、じゃあライブ感は欠けていくのか、だからすごい悩んでて、うん、僕もこんな話するのもあれなんですけど、はいはい、あのこう撮影しながらライブやるの僕大っ嫌いなんですよ。あ、はいはいはい、あの今日のやつ DVD になりますってやつ、はいはいはい、すごい嫌で、なんかこう、まあ、分からなくもないんですよね、それを気持ちは。なんかこう変な感じになっちゃうじゃん。なんかその時の空気を楽しんでほしいから、まあ、もちろんそれを振り返るって意味でもあった方がいいとは思いますけど、そう、いいんだけど、なんかそれがみんな来いよっていう話ですそう、まあ、来れない人もね、まあ、いますからね、うん、それは必要なものではあるって分かってるんだけど、こうライブの、うんうんうん、をやりながらそれを配信していくっていう、この2ウェイを同時にやる時に自分がどういうテンションでライブやっていいのかっていうのはまだ僕は経験してないんで、まあ、僕もストロークでやったばっかりなんで、うん、どうだったのかなと思って、なんかどうだったんだろうな、まあ、なんか緊張してるようには見えなかったけどね。いや、めちゃくちゃ緊張してます。あれ嘘だろ。いやいやいや、僕毎回ライブの時緊張しちゃうんで、いやもうどこの、うん、まあ、ライブでもフェスやらせてもらってる時でも、うん、もう何でも僕あの最初の2曲は声震えちゃうんですよ。手プルプルでしたからな、俺ストローの時そうなの。いやいや、本当にそうなのとか言っちゃって、本当にプル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 して、こうなっちゃうんですよ。あんな堂々としてる人、そう見えてます？俺もう緊張しちゃって、いやもうなんか緊張してるよって言ってるだけだなって。いやいや本当にマジで本当に足とか震えちゃうんですよ。震えてんだ、あれ。震えてました、めっちゃ。だから踊ってるんですよね、ずっと。あ、なるほど、ね、ずっと動いてる理由はそれ、うん、だから僕あの2曲目ぐらいまで動いてないと、うん、あのでアドレナリンこう上げていかないと緊張しちゃって歌えなくなるんで、うんうん、結構ヒートアップさせてますね、2曲目ぐらい。ライブの代わりとしてそれが存在するのはすごい違和感だったんですけど、新たな一個のプラットフォームみたいな立ち位置なのかなって思ってちょっと受け入れつつあるから、うん、なんかそこのいわゆるパフォーマンスっていうのをちゃんと自分で見つけていかなきゃなって今こう日々、そうですよね、探り入れてる感じですもんね、僕たちもずっと 今探り探りですね。まあ、僕はどっちかっていうとその生ライブ、うんうんうん、まあ、お客さんに向けてっていう方が研究中のところはありますね。僕はそんなそこまでないんで、そうだよね、まだ、うん、いや、なんだろうな、まあ、だから来年フェスができるようになっていろんなとこ行かせてもらった時に、うんうん、それこそワンマンとかさ、ね、ツアーとか、そうだからいろいろやっていくと思うんで、うんうん、ちょっとちゃんと準備しなきゃなっていう、今年本当いっぱい出る予定だったじゃないですか、うんうんうん、出させてもらえる予定だったんで、まあ、そこで練習になるかなっていう、うんうん、もっともっと得意じゃないんですよね、あんまり人の前で、まあ、好きですけど、ああ歌うのが、まあ、目立ちたがり屋なんで全然好きなんですけど、うんうん、いざはいって言われると足がすくむタイプなんで、じゃあ最後に、はい、意外と僕気になってる、はいはい、バウンディの今後、今学生じゃん、うんうん、そうですね、でアートの勉強もしつつ、まあ音楽がこうやってこう世の中に広がっていく状況の中で、うんうんうん、今二十歳のバウンディが10年後だったり、どういう自分を描いてるのか、まあそうなってなくても全然いいし、まあもう十分大人なんだけど、いやそうですか、10年後ね、バウンディが今10年後をどう想像してんのかなっていう、まあ全然想像してませんでも何でもいいんだけど気になるわけ。10年後っすよね、今こういう経験をできてる人っていうのは少ないから、確かになんかそういう人のね感覚っていうのをねちょっと覗いてみたくて、10年後いやもうちょいいい曲作れてたいなっていうのはまあ前提としてはあるんですけど、うん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 、そう、もっとちょうだいいやまあなんか今の音楽、僕が作ってる音楽ってまだ本当練習段階に近いと思ってて、うんうんうんまあ、僕はあの研究しながらって言うんですけど、うん、いつも
本当に試行錯誤してずっと自分のアイデンティティを探してる気分なんですよね、うんうん、僕としては、うん、なのでまあ10年後にはまあ見つかっててほしいなっていう、なんかある程度あこれがバウンディだみたいなのが見つかっててほしいなっていうのはあるんですけど、まあそんな甘くないと思うんで、まだ、まあ、世界に行きたいっていうのがあって、そうだね言ってたねそれ、それしかも日本語で行きたいなっていう、うんうんうん、そのなんか日本語の奥ゆかしさっていうのは結構好きで、うん、僕、うん、あれはちゃんと伝えられたら面白いなっていう。いや結構日本語のアクセントって世界的にも特徴的な言語だから、うんうんうん、逆にこっち側から押し売りして、そうっすよね、こう浸透させるっていうのはなくはない気はするんで、うんうん、まあ、なんか意味を理解しなくても楽しめるのが日本語の面白いところだなと思ってて、うんうん、まあ、理解はした方がいいと思うんですけど、うん、ある程度、まあ、雰囲気音楽って言われるものが流行る理由って日本語だからだと思ってて、うんうん、まあ、もしくは英語がわからない人が英語の音楽を聞くからっていうのもありますけど、なんか日本語って答えないじゃないですか、うん、この作者の気持ちを答えようっていう授業あったの覚えてます？高校とか中学校の時。俺学生だったことあったっけな。そっからか。あった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 。いやなんかありましたよね。もう僕は。でもああいうのって無理だよね。無理なんですよね。意味わかんなくて僕その時から。うん、あその時にあ日本語って答えねえんだっていうのがすごい面白いなと思ってて、うん、その海外に行く時は、うん、まあ、確実にちゃんと日本語を使って、まあ、英語も好きなんで、うん、あの、まあ、言語の壁は結構大きいんですよね、うん、日本語のふわりってめっちゃ難しいじゃないですか、英語とかのあのメロディーに落とし込むのって、うん、まあ、そこがうまくもっと10年後できてればなとかは思ってますね、うんうん、世界のバウンディになってるぞという、なってたいですね。世界のバウンディ日本、まず日本でちゃんとその気持ちすごいやらないとなっていう、僕は教えていきましょう逆に、その日本語を、日本語の良さ理解しなくてもいいから、うん、なんかあこういう感じねっていいんだよっていうのをなんか分かってほしいというか、まあそれで好きになってくれる人も、うんうん、日本が好きになってくれる人もいるかもしれないし、うんうん、まあ、その日本を好きって言ってくれる外国人が、うん、まあ、海外の方が増えると、うん、多分日本の人たちも日本が好きってなってくと思ってて、うん、言いやすいしね、うちの国いいだろうって言いやすいじゃないですか、うんうん、そうなってくるとなんかどんどんみんなの思って、まあなんか僕はあの世界を変えようなんて思ってないんで、変えちゃいなよ。いやまあまあそんな世界にもバウンディになるわけだから、どうなんですかね、まあ結果的にみたいな、うん、結果的に良くなればいいなぐらいに思ってて、うん、でも野望は大きい方がいいよ、まあ、うん、まあ、野望は大きいですね、世界征服してやろうとか思ってますから、ボーイズビーアンビシャス、ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱けっていうのはいい言葉なんで、そのまま頑張ります、突き進んで、まあ、若い心のまま。ナルバリッチの JQ がナビゲートしてきました WOW MUSIC、 いかがでしたでしょうか。いやもうねバウンディ君とはね話し倒しちゃってるんで、なんか何みんな知らないんだっけみたいなことがたくさんあって、それを思い出すの大変だったんですけど、もう本当にあのスタッフさんを泣かせるぐらい実はめちゃめちゃ喋ってるというぐらい楽しい時間でした。ということで次回のゲストはなんと三浦大知さんでございます。お楽しみに。番組へのメッセージは番組ホームページからお待ちしてます。 Twitter の場合はハッシュタグ JWEB、 そしてハッシュタグ WOW813 をつけてぜひツイートしてください。そして今日の番組の模様は後日 YouTube で配信中の番組ミュージックファンでも配信されますので、そちらもぜひチェックしてください。ということで来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はナルバリッチの JQ でした。バイバイ。